異邦人。すぐにあの曲のことを思い出す人は案外多いのではないでしょうか。1979年にリリースされ、140万枚売れた久保田早紀さんのデビュー曲です。感情をかきたてるイントロは何年経っても頭から離れませんよね。しかしデビュー曲で爆発的なヒットを飛ばしたのですが、今では全くお見かけしません。どうされているのでしょうか。気になったので調べてみました。久保田早紀さん、現在61歳だそうです。当時の印象はとても小柄で、アイドル並みのルックスで、どこかクールな雰囲気の人でした。どちらかといえば芸能人っぽくない雰囲気でした。一体どんな経緯で芸能界に入ったのでしょうか。実はそのきっかけは、なんとヤマハのポップコーンとかのバンド系コンテストではなく、アイドルの登竜門ともいえるミスセブンティーンコンテストだったというではありませんか。なるほど、相当可愛かったので自信があったんですね。と思いきや、そうではなくて、中学生の頃からユーミンに憧れて作詞や作曲をするようになって、自分の作った歌をプロに評価してほしいと思っていたところ、母親が新聞の切り抜きを持ってきて、これに応募してみたらと勧めてくれたのがきっかけだったそうです。確かに自作自演の人も募集中と書かれてはいたらしく、このもという一字だけで勘違いしてうっかり応募してしまったというわけですが、後でアイドル発掘が目的のコンテストだと分かって、水着審査は辞退したのですが、押し切られてオーディション会場で自作の歌を披露したのだとか。とはいえ見事逆転かと思いきや、後日オーディション会場にいた音楽関係者から、他の曲も聴いてみたいと連絡があったそうです。その連絡をしたのが音楽プロデューサーの金子文恵さんだったといいます。でもアイドルのコンテストなのに、逆に言えばよくもまあ音楽プロデューサーの目に留まったものです。これが一つ目のラッキーだったのですね。しかしその時すでにあの名曲があったわけではなかったのです。当時久保田さんは共立女子短期大学の2年生、自宅のある八王子から毎日中央線で都心まで通学していた。そんなある日、車窓からぼんやりと外を眺めていたら、武蔵野の空き地で子供たちが空を見上げ手を広げる光景が目に入り、子供たちが空に向かい両手を広げ、鳥や雲や夢までも掴もうとしている、その異邦人の歌い出しの2行が誕生したのだとか。もともと久保田早紀さんはユーミンのようなポップミュージック系を得意としていて、その詩に曲がついて原曲が完成したのですが、金子文恵さんは一聴して、このままではデビュー曲としてのインパクトに欠けると思ったのと同時に、ただこの曲のメロディーはどことなく異国情緒が感じられたので、彼女に理由を聞くと、当時なんと彼女のお父様はソニーの海外駐在員だったらしく、単身赴任でイランに駐在していて、時折送られてくる中東の音楽テープをよく聴いているということを聞き、金子さんはピンときたそうです。女性の海外旅行がブームになり始めた当時、音楽の世界でもショウの魔女の飛んでイスタンブール、ゴダイゴのガンダーラ、ジュディ・ヨングの見せられてなど、異国情緒なものが増えていた頃でした。そこで金子さんはポルトガルの民族歌謡のファドをコンセプトに決定。久保田さんには歌詞の修正を命じ、編曲家にはエキゾチックな編曲を依頼したといいます。
およそ1年がかりでブラッシュアップされ、ようやく原曲の完成が見えたのです。成功の要因はそれだけでなく、他にもありました。それは、ある大手電機メーカーが、異邦人というテレビの販売促進のための曲を依頼してきたことでした。その依頼は、シルクロードがテーマだということでした。その時、広告会社から提示された3人の候補とは、井上陽水さん、大橋純子さん、そして無名の久保田早紀さんだったわけです。その中で抜擢されたのが、なんと、ズブズブの新人の久保田早紀さん。しかし、井上陽水さんや大橋純子さんと同じテーブルに並ぶこと自体すごいですが、なんでまた彼女なのかというと、ここでもまた、とんでもない大物が久保田さんの味方に。実は、あのオーディションで、とあるディレクターが、彼女のことを、名前が久保田さゆりという、漢字6文字だったことと、彼女の曲がとても印象に残り、覚えていたからなのです。その大物ディレクターとは、坂井雅俊さんという方。当時、南沙織や山口百恵さんらを手掛ける、敏腕ディレクターで、ジュディ・ヨングさんの、魅せられてでレコード大賞を取るなど、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いだった人。坂井さんは、ジュディ・ヨングさんの時には、エーゲ海をテーマにして、大成功していて、その流れで、今度はシルクロードを、テーマにということだったとか。ちょうど、時を同じくして、NHK 特集シルクロードが始まって、中近東に世間の注目が集まり、その後、アフガニスタンで撮影されたテレビの CM に、異邦人が流れて大ヒットとなるという、まさにトントン拍子にことが運んだわけです。しかし、この曲には秘話があって、異邦人というこの曲、元の題名は白い朝だったそうです。それをスポンサーからの要望で、中近東をイメージした異邦人に対談。それだけでなく、あの独特のイントロも含めて編曲したのが、太田裕美の雨だれ、岩崎宏美のデュエット、布施明のシクラメンの香り、などの名曲を手掛けた、荻田光雄さんだったという。もちろん、久保田早紀さんの特徴ある、ベルベットトーンの柔らかで品のある性質もあってのヒットではありますが、パッドでの新人の布陣としては異例な布陣で、原曲のイメージをガラッと変えてのヒットだった、ということなのです。ですから、久保田さんはその時のことを、もちろん嬉しかったのですけれど、ちょっと複雑な心境でした。私としては、白い朝というタイトルが気に入っていて、異邦人だなんて意味不明だし、と思っていたそうです。ずっと、異邦人という題名はやめてほしい。エクリプスとか、もっと売れそうな題名にしてほしいと言い続けていたそうです。ですが、荻田光雄さんの編曲した、あの、独特の壮大なイントロを聞いて、こうなっちゃうの嘘でしょう。と、プロの仕事の凄さを、まざまざと見せつけられたのも真実だとか、それからというもの、昨日までド素人だったのに、突如としてテレビの歌番組に出演するように、と言われても戸惑うばかりの日々だったと言います。そして、その戸惑いとは裏腹に、異邦人という曲は、どんどん一人歩きを始め、12週の長きにわたり、連続ベスト10入りする、大ヒットを記録するまでになったのです。それから、久保田さんの苦悩は深まっていったんですね。連日のように取材を受ける中、音楽性について聞かれたりしても、答えられない時もあったとか、その時を振り返って、こんなことを下積みなしでデビューしてしまったので、大ヒットに対する感謝の気持ちは、薄かったと思います。それでいて、
続けていく自信はないし、そもそも人前に出るのが苦手だったので、芸能活動に馴染めなくて、芸能界で私はいつまで経っても異邦人でした。なんという因果な題名なのでしょうか。こんな状況になる前は、普通によく笑う女の子だったのに、全く笑えなくもなっていたといいます。新曲を出すものの、異邦人ほどのヒットは出ませんでした。デビューから1年半ほど経った頃、いつの間にか音楽を楽しめないようになり、ふと自分の音楽の原点ってなんだっけ?と思った時に思い浮かんだのが、幼い頃に教会で聞いた賛美歌だったそうです。それまで愛という言葉を小手先で使っていた久保田咲さんの心に、そこで聞いた賛美歌は刺さったのだと言います。やがて洗礼を受けた久保田咲さん。ちなみに異邦人というのは、神を知らない者という意味でもあるそうです。仏教の家に生まれ、デビュー当時は、聖書すら読んだことがなかった久保田咲さん。そして、芸能界を引退し結婚。息子さんも一人いらっしゃるとか。今は、音楽伝道者として賛美歌を歌うことで、宣教に勤められているそうです。ちなみに、旦那さんはザ・スクエアという、フュージョンバンドでキーボードを担当していた、久米大作さんと言います。久保田咲さんこと、久米さゆりさん。当初、ここまでヒットするとは思わなかった。異邦人、ザードの酒井泉さんはじめ、たくさんの歌手にカバーされる理由は、この詩の中に、自分の中に潜む、異邦人を感じるからではないでしょうか。いかがでしたか?タイトルが少し過激だったと思いますが、実際 CM に使われなかったら、どうなっていたでしょう?商業目的とはいえ、その影響が多分にあったことは否めないのではないでしょうか。だからといって、この異邦人という曲の素晴らしさに何の変わりもありません。紛れもなくこれからも歌い継がれていく名曲の一つと言えるのではないでしょうか。ではまた次回お会いしましょう。